巻いたら三輪明宏じゃん。え、三輪明宏って巻いてあるっけ、髪の毛。なんかさ、ちょっとくるってしてない。え、そうだっけ。私もカチューシャで、あんまり上げてるイメージしかなかった。でもさ、三輪明宏ってさ、なんかさ、待ち受けにするとさ、めっちゃ幸運になるみたいな、なかった。あ、そうなの。え、なんか今回小学生とかになんかみんな揃って小学生待って、小学生から三輪明宏の話題が出るのがやばい。なんか三輪明宏の画面にすると、うん、めっちゃ運がいい、運が良くなる。全然知らん。やばすぎ。でもなんかちょっとパワースポットっぽいもんね。パワーパーソン的な。99年前後の皆さん。わかるかな。私わかんなかったんだけど。わかってほしい。いたうちの周りだけかな。結構デコってたんだよな。癖強いって。可愛い三輪明宏みたいな。でどこ？多分こっち。こっち。待って、なんて店だっけ？ね、今日そうグッドタウンドーナツというところに行くんです。私が行きたかって。私は一回行ったことがあります。ね、グッドタウンドーナツ、あ、その違うね、あ、間違ってなかった、あ、違ってなかった、うん、間違ってなかった、あと1分で着ける、あ、近っ、じゃあ今日はセーラームーンにしとこっか、うん、ちょっと可愛くしておいてほしい、そうね、写真見ると、なんかセーラームーン、にわか、でも好きだもんね、セーラームーン、うん、見たことないけどね、可愛いな、見たことないの、なんかちゃんとは見たことないかも。で私もなんかゲームしかやったことないわ。ゲームあったの、セーラームーンの家に。なんか忘れたけどあったの。それやってた。はい、じゃあドーナツ食べに行きまーす。こっち？マイコ。バイビン。ベーカリーザトルイン。かわいい。こっち。こっちも食べたい？いやどっちでもいい。ドーナツ食べるなら1個でもいい。1個にしよう。うわ、絶対美味しいじゃん。何？あんバター？今度あん嫌いだ。食べないわ。ねえ、アップルパイとかあるじゃん。これだ、アップルパイ。おいしそう。これやったら、これリンゴ買いに取っておこうか。え、おいしそう。これやばい。でもドーナツだもんな、今日の主役は。どれ食べたの？前ミコちゃんのやつ食べた。ミコちゃんのやつさ、かわいいよね。おいしそう。あのイチゴめっちゃおいしそう。ね、あれやばいね。抹茶京都宇治抹茶だって。はい、私はシナモンにします。え、2個ぐらい食べれるかな。いけると。え、待って、メープルベーコンとかもおいしそう。なんかかわいい。ラブ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 じゃん。ラブラブアイコン。いやよ。じゃーん、届きました。美味しそう。 Thank you。 ちょっとわからん。じゃあ切ってください。切ります。でもさ、これさ、ちぎればよくないみたいな感じの、ちょっとお上品な形だった。そっか、じゃあ半分に。乳糖。わ、柔らかいじゃん。シラスって優勝じゃない。優勝。美味しそう。はーい、いただきましょう。食べてください。え、先食べてよ。先食べてよ。じゃあ私はドリンクをいただきます。なんだそれ。え、ドーナツでしょ。え、ダークチリーソーダ。めっちゃ美味しいよね。いただきます。どう？うま？うん。アメリカンの味。アメリカンの味。アメリカンの味する。いいと思う。なん
自分できないくせに、ね、そうだよ、おいしい。ちょっと食べて。じゃあほのかも飲みたいの。あのね、いいね、めっちゃいい感じ。おいしい、おいしい、おいしい。ちょっと勢いつけてもダメだって。ダメだった。ダメダメダメ。ちょっと頑張ってみたんだけど。ダメか、厳しいな、やっぱり。お互いに厳しいね。お互いに厳しいよね、うちだって。わかるわかる。黄色好きな人。うん、確かにそうね。そんなことないんだけど。黄色、え、でもホーク結構黄色のイメージあるけどね。それさ、あれじゃない、中学生の時嵐好きだったからだね。黄色好きだったから黄色。え、わかんない。でもなんかその人のさ、オーラカラーってあるやん。ほのか、私黄色とかオレンジとかだと思うんだよ。マジ？でも私の周りの友達って結構多いの、黄色とかオレンジだなって感じる人が。じゃあもうみんな黄色とオレンジに見えてるじゃん。確かに、みんな同じ。しらし食べよう。うん、しらし食べてしよう。私が好きなエピ、初エピ。初エピ、なんかもちもちそう。うん、うん、うん。生地美味しくない？エピ。美味しい。あ、硬そうだけど、やわらかい。うん、しらすめっちゃ美味しい。美味しい。うん、海感じてる。海感じてる今。ここで。ここ原宿で。海感じてる。都心で海感じてる、すごいね。あ、手拭くの忘れてた。何？手拭くの忘れてた。あ、あの朝なので。うん、まだ綺麗で。これ先に最初に見えとき。もぐもぐしていけできるかな。同じの貝っていうね。いいよ、同じの食べよう。しらすいただきます。じゃあ、安倍さんの大好きな。ツーはね、こうちぎって食べるです。でもしらすこぼれちゃうよ、もったいない。後で拾う。うん、おいしい。あ、柔らかくない。柔らか系だ。グッド出ませんでした。あ、グッドグッドです。想像以上に弾力がありました。頑張ってます。うん、頑張ってる。うん、美味しいわね。多分ドーナツも美味しい。うん、ドーナツもそのまま食べてみて。ん、ドーナツも食べて。シナモンとマンゴー、スマイルマンゴー。うん、スマイル、スマイル。何、わ、すごいわこれ。絶対ポロポロこぼすよね。うん、ちょっと外で正解だったかも。いただきます。でかっ。口にいっぱいついてます。天場です。でも不可避じゃないこれ。無理だよね。なんだっけ、シナモンか。ごめん、めっちゃ鼻水すすっちゃってるわ。うん、失礼しました。花粉症で朝から8連発。おいしい、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 おいしい。新しいの出ました。おめでとうございます。私の求めていた新しいレパートリーが。やだな、でもこれ他でやるの。店内とかでできないよ。確かに外じゃないと無理だね。ピクニックとかでいいんじゃない。絶対みんなのさ、なんか一気にガーってやる友達いると思うんだけど。わかるよ、だってうちらそうじゃない。あ、じゃ基本そうじゃん。大体みんなそうじゃないよね。なんか重なるよね。うん、あ、そうね。ありがとうございます。さっき日陰だったからちょっと寒かった。確かにちょっと涼って感じ。涼みたいな。そう、ちょい涼。美味しかった。美味しかったね。一番美味しかったのはしらすのベーコン。それはもうオンリーだったからね。ご飯系が。そう、ご飯系がそれオンリー。それオンリーだったから。より美味しく感じたよ。圧勝だったね。やっぱり甘いものいっぱい食べちゃダメだなって思った。うん、確かにちょっと調子乗ったかも。1個でよかったって思っちゃった。でも美味しかった。ふわふわだったし、ね、そんなに重たくなかった。普通は多分1個だ。みんな1個しか食べてなかった。ったマジで。だって2個いける胃袋ダメになったって言う人がいたから。でも食べれたでしょ。食べれた。だから先に食べ終わった。そう、結果オーライだから。ということで、今から私はお皿が欲しくてですね、はい、それを探しに水道橋
あ、じゃない、なんだっけ、かっぱ橋、かっぱ橋水道橋はね、ないえ、ないっけ。じゃ あるけど、あの、あ、お皿はね、ないかっぱ橋に向かいまーす。ついていきます。はい、来てください。ちなみに私が今日狙ってるのは4個ぐらいあるんだけど。でも4個またの2個しか行ってなかったじゃん。え、そうそう、増えた。なんか、そんなにたくさんで、あの、できればみたいな、プラスアルファみたいな、覚えてますか。あ、じゃあ発表してください。味噌汁入れる器と、あと、なんとびっくり、もずく。もずくを入れる器が欲しいと彼女は言っておりまして。そうなの。なかなか普通に生活する中で、この2つ、まあ味噌汁はまだ普通でいい。もずくオンリーいいってなって。いや、オンリーっていうか、そのもずくが入るぐらいの、これ深さがあって、そうで、意外ともずくって量あるから。確かに。あ、すっごい工事してる。てか、もずく食べるんだ。え、もずく好きだもん。食べない。もずく、一人暮らしなんかばあちゃんしてたんだけど、すごいばあちゃんしては食べたけど。え、買わない。買わない。えー、美味しいよ、意外と。びっくり。あ、びっくりね、びっくりぽん。びっくり、びっくりぽん。私の世界は私が中心に回ってるからさ、やっぱ。ダメシュンなんか何にも言ってないの。そうそう、だから私が中心に考えちゃうので。絶対嫌なんだけど。最低だよね、ほんと。もずくのお皿と、あとプラスアルファで、なんか目玉焼きを乗せるお皿とか。なんか意外とないんだよ、あのサイズのお皿って。あ、いっぱいあるのにね、お皿。そう、なんか、え、大きいか、でけえ皿いっぱいあるよね。そうそうそう、だからそれと、あとはお魚のお皿が欲しいなって思ってます。あ、そう、こういうやつ。そう、長いやつ。いいよね、でも。そう、使わないけど。使うよ。そうなのね。そう、私は絶対に使いません。え、でもさ、目玉焼きじゃないわ、卵焼きとか乗せれるやん。卵焼きは乗せれるけど。取材中猿のもの。え、嘘。本当だ。めっちゃ可愛い。こぼしちゃ。可愛い。ちょっと私、あの、一回さ、うん、芸能人に似てるシーンだみたいなのあるじゃん、うん、あれで出てきた。え、シューナは、あれ、なんだっけ、誰だっけ、なんか言って。おまさや。うん、違う。え、なんかめっちゃ似てるって思った人いたんだよね、この間。誰だっけな、忘れちゃったな。女優さんかな。知ってる、私。知ってると思う。言われたことある。多分あると思う。誰だっけ、女優さん。誰だっけ、なんかの動画見てめっちゃ思ったんだよね。えいくらな。違う。もう言われないよ。あ、めっちゃ気持ち悪い。何に出てた。最近出てた。なんか、え、違う、なんか見て思ったんだよね。シューナだったと思うんだけど。あ、山田優。あ、そう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 。ちょっとさ、恥ずかしくなってきた、なんか。そう、なんかの時に山田優で、あ、言われるわ。ふとした瞬間、角度。マジが、え、なんか似てる。嬉しいわ、そんなん。もう光栄すぎてさ。なんだっけ、なんかので、なんか動画で見たの。え、それはほのかが思ったの。コメントで見て。ほのかが思った。あ、マジ。個人的にちょっと今述べた方たちは私が思ってるとかじゃなくて、言われるっていう風に考えてほしい。ちょっと恥ずかしい。ちょっと恥ずいかも。恥ずかしかった。そういえば結構似てる人多いよね。なんかそう、意外と言われるんだけど、でもなんかドンピシャあんまいなくない。わかる。激にみたいな人あんま。それすらも言われたことないから。ほのかはね、いない。ほのか家は似てるけど、めっちゃ芸能人はいないかも。そう、なんか誰かでもなんか、え、もう誰もいないよねみたいな、うん、見たことないかも。いないです。募集してます。誰か似てると思った人いたらぜひお願いします。絶対ないんだよね。じゃあ、かっぱ橋に向かいます。レッツゴー。なんだそれ。何のつながりなの。さあ、浅草に着きました。チャク。すごい人だ。かっぱ橋まで10分ぐらいかな。あ、そんなかかる。え、かかんない。かかんない。でも、まあ、歩いてれば着くでしょ。まあ、歩いてたら恥ずかしいからでしょ。そういうか、ね、歩かないといけないよね。かっぱ橋を。ねえ、なんかさ、脇をちょっと入れたいよね。なんか一回落ち着かしたいよね。あの、糖分入れたから、うん、次は何、飯系。あの、ご飯系。そうそうそう、惣菜。しょっぱい。うん、味濃くっていいな。でもだし系。うん、そう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 。でもなんか、なんだっけ、味噌汁。味噌汁、行きたいっていうところが気になってて、そこに行きたいので。混んでそうだね。え、混んでるかな。確かにこの時間混んで、一回落ち着くぐらいの時に行けたらいいけどな。ずっと行きたかった。そう。
そう、なんか狙ってはいた、一重三菜みたいな、あ、そう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 、なんかそんな感じの、そうそうそう、行きたいなと思ってるので、まあとりあえずかっぱ橋に行って食器を見るぞ、探すぞ、探すぞ、私は買わないけどついてきてもらいました、ついてきます、じゃあ行きます、レッツカッパ、レッツカッパ、キュウリ、レッツキュウリ、レッツキュウリ、着きました、カッパ橋、カッパ橋を目指してきたことないかも行ってみよう、着いた、着いた、あ、でもいらない、え、いいやん、あ、クッキーのいらん、いつ来ると思うもうすぐホワイトデーやん、ホワイトデー作らんな、見て、何、カブトムシ、やだちょっと、嬉しいのかな、でもあの小学生のボーイとかだったらボーイ、小学生ボーイ、僕にあげて、犬、プードル、なんか俺のことわかんない、そうだ、だから自分で命を吹き込むなって、さっきのそう、ニコル残酷なんのか、人生は残酷だもん、めちゃくちゃ深いやん、なんか食器がめっちゃバーってあるところがあったんで、あっちの方まで全部あるんじゃない、え、あ、そういうこと、気が遠くない、あ、スカイツリーだよ、スカイツリーだよ、あれに見えるわ、あ、ちょっと隠れちゃったわ、ここからは無理だろう見えんのか、あ、来た来た来た、あちらに見えるのがスカイツリーです、立派なこと、なに、顧客やん、初、しかもさ、アップにしてるかなスカイツリーですほぼ観光客、武蔵、武蔵、じゃあ行きます、行きます、つかがまの、つかがまのスカイツリー休憩本当にあっちまであるの、え、ありそうじゃない、なんか街ブラみたいだね、街ブラやったことないから全然わからん、なんかさ、え、Vlog と街ブラって違うか、全然違う、ごめん、え、なになに、え、Vlog と街ブラって違うのかなって思って、まあ、確かに似たり寄ったりって感じだよね、でもなんか Vlog の方が自然じゃない、まあ、確かに街ブラもがっつりさ、なんかロケはいみたいなさ、はい、ということで、そういう系だよね、探します、探します、これなんて言うんだろう、お松しょう、かわいいちょっと見よう、あ、でもこんなんとかいいじゃん、いいじゃん、魚、え、安くない、560円、もっとしそう、ちょっとでも長いかな、もっとちょっと、こんだけ長い魚、サンマみたいな、うん、細長いやつね、こういうのもさ、もっとちっちゃいから、うん、わかるわかる、あ、でもある、あ、めっちゃある、いいじゃん、え、めっちゃある、ちょっと待って、楽しい、ちょっと、どうしよう、めっちゃ可愛い、でも私いつもね、サバだからね、そう、結構ね、大きいね、うん、結構さ、全然つながった、え、かわいい、それかわいいよね、これもかわいい、え、ほのかその1枚目が欲しい、これ、うん、なんかツルツルしててかわいい、さすがギャルメタリック系のえ、どうしよう、もずく、もずく、もずくそうじゃないし、なんかさ、もずくってどのサイズ、普通にあのパックの1個だけ、ね、あ、それくらい、それよりもうちょっと大きいぐらい、うん、多分これだとね、溢れちゃうもずくファースト、見る、あ、これかわいい、あ、それかわいいじゃん、かわいい、一緒じゃない、キューブ目ぐらいまで来た、え、でもかわいい、これ普通になんか使えそう、うん、ありそう、シューマンチ、でもさ、それよりちょっと大きいって難くない、これとかの、うん、でかい、こんな可愛い、あ、でもかわいい、形めっちゃかわいい、ね、なんかお花みたい、え、もずくだったらこれじゃない、これだとちょっとちっちゃい、さ、もずくってさ、黒いやん、あ、なんか同化しそう、すげえ、そんなこと考えたことなかったわえー、それかわいい、え、こっちのが好き、
か。あ、でもセンナっぽいのはこっちかな。だよね、これも好き。探します。見ます。見つけたらまた、はい、撮りましょう。買っちゃいました。もずくのお皿を 2個ほど買いました。何に使うんだろう、このちっちゃさ。すごくない？だってほら、指だよ。これが通常サイズ。何に使うの、これ。あるんじゃない、なんかうちらが知らないだけで。あれじゃない、なんかさ、ちょっと旅館とかにあるさ、料理のさ、あのなんかちょんってのってる人参とかで。そう、人参よ、これ。これにしたらすごい量あるよ。いろんな、かわいい。確かになんかもみじっぽいのとかあるもんね。マツ、え、そうだよ。これ何、ナス、ね、これナスかな。確かにナスっぽい。魚か。すごい、それ抜けるんかな、それ。抜くのが一番むずくない？抜く作業が一番むずくない？抜けないよね。わあ、かわいいじゃん。かわいい。めちゃあんじゃん。かわいい。あ、そこのこういう、これだと薄くてさ、多分割っちゃうんだよね、破壊魔だから。でも逆にこういうのをさ、買った方がさ、気にしてさ、割らないかもよ。よく切れる包丁とかもさ、よく切れる方が怪我しないって言うじゃん。気をつけるから。2000円。まあ、でもこのサイズだったらこんなもん。するね、でも2000円だと。これかわいい。海鮮丼とか作っちゃったら。ああ、いいじゃん。かわいいな。うん？めっちゃある。めっちゃある。こう。どう？かわいい。感激してます。どう？すごい、なんか、え、でも600円、700円。でもそんなもんだ。いいですね。え、ちょっと待って待って、上がるんだけど。そう、だってみんな来てください。お皿支援とか来てほしい。私にはちょっとわからない。正直やっぱなんかさ、好みがさ、同じ、なんていうの、自分の好みってあるじゃん、うん、やっぱさ、色味が似ちゃう、どうしても。あ、だから他の食器と考えた時に似てるみたいな。確かに、なんか、あ、好きそうだなみたいなのは同じだよね、うん、それかわいいね。これもいいね、シンプル。サイズはこのぐらいがいいと思ったの。ビッタンコ、ビッタンコ、ビッタンコ。いいのありそう。え、でも結構買ったよね。あと何がね、お茶碗じゃない？お碗か。お碗と目玉焼き。目玉焼きってむずいんだよな。美濃焼き。美濃焼き聞いたことある。かわいい。かわいいですね。ね、すごい分かりやすい。なんか確かに想像つくね。ね、かわいい。こっち、こっち。観光に来たみたいだね。ね、京都みたいなさ。分かる分かる。言いたいことは分かる。これめっちゃ良くない？目玉焼き？目玉焼き。ピンポイントなんだよな。でもなくない、そのジャンル。え、ないよね。これもいいけどな。でもなんかそのジャンルはある。これはない。そのジャンルない。これ候補に。候補一。候補一。お待たせいたしました。おかえりなさい。買えましたか？買ってきました。大量です。大量です。もう嬉しい。大満足。よかったです。ご飯行く？行こうか。時間もないもん。もうさ、4時間ぐらい経ってる。早くない？今何時？2時ぐらい。すごい。なんか10時に会ったじゃん、うん、早くない？早い。こっちでいいのかな、うん、こっちで大丈夫。じゃあ、味噌汁に向かいます。味噌汁を食べに行きます。え、でもなんかさ、ここら辺だよね。全然人いなくない？え、お腹すいた。今すごいあったかいご飯を食べたい。わかる。和系やっぱり。わかる。
わだで、わだね、海鮮もいいな。結構お腹空いてきた。なんかそう言われるとお腹空いてきた。そう言われないと別に、まあ、なくてもあれだけど、あったらあったで美味しいってなる。あ、今見えた看板、ちっちゃく。本当ちっちゃく念願の店。イエーイ、行きます。行っちゃいます。なんでかな。なんで？めっちゃ？あ、ちょっと5種類なんだ、味噌汁は。水を買う、安倍修奈。あー、水を買ってくれようとした安倍修奈、帰ってきました。なんやろって。ねえ、何何やろって違う、そっちのがいらんわ。めっちゃ外いい匂いする。外いい匂いする。外いい匂いする。お味噌何の香り、ね、伊勢神宮とかで匂いわかる。そんな匂いがします。伊勢神宮行ったことある人しかわかんない。わかんない、そう。ホタテと豆乳のポタージュ、味噌ポタージュ、玄米おにぎり、カド大豆のチリメンソース、あ、そうそう、チリメンのやつ、卵でしょ、黒豆大豆の豆腐と、イタリアさん、フランスね、フランスの塩が乗ってる。このさ、和の中でフランス産使うのが結構すごいね。あと大根、大根かぶ、うん、甘酢漬けとグリルチキン、美味しそう。ムイスト、くしゃみが、これお花ついてないよ。すごい、あ、窓から変わる席、大丈夫。命に関して、え、何から食べていいか分かんない。確かにそうね、だからさっきの何か知ってるって絶対言われた。だってあったもん、このお箸。そして汁かけてる。そういうパターン。豆腐苦手だから言えばいい。苦手？塩の味がします。フランス、フランス感じた。フランス感じた。うん、美味しそう。絶対美味しいじゃん、こんなの。私は私、いけるかも。なくない？美味しい。美味しい。味噌汁って言われたら、ではないけど、美味しい。なんか、クリームパスタも。うんうん。味噌クリーム。で、ほんと今日最後。もうなんかビタってきてる。すごいわ。美味しい。なんかさ、トリッコみたいなの入ってる。確かにプチプチする。いいんですか。食べてください。こちらからお願いします。そう、これもキノコ、でっけえキノコ。今の里芋？里芋？かなと思って、溶けるかなと思ってさ、柚子胡椒みたいな味ですよ。面白いかな。でもプリプリしてるんだよ。プリプリしてんだ。でもなんか後味が柚子胡椒。うん、分かる。あ、後味めっちゃ柚子胡椒。これがホタテだよ。え、ちょっとやったら書いてあったじゃん、ホタテ入ってるけど。え、じゃあホタテもう食べちゃったのか。え、何個か入ってなかった。1個しか入ってない。嘘。あった、よかった。でもなんか柚子胡椒みたいな味しない？うん、柚子胡椒の味ついたホタテって書いてあった。身がだってホタテのあれだった。そうやって書いてあった、メニューに。え、メニューはホタテって入ってたよ。柚子胡椒って入ってない。いきなり柚子胡椒大好き。なんで？じゃあいいじゃん。なんかさ、締めないであげて。うん、おいしい。玄米か、なんで？玄米じゃん。でも、ない。わかる。なんかわかるかな。ハガマ。ハガマ。さらにこうやってました。うん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 。う
本当よかった。キルめっちゃ美味しいラーメン屋さんめっちゃ美味しい。え、キルツ具が大きい。諦めなくてよかったね。すごいいいチャンスだ。うん。でまたなんか違うのも食べたい。感じる気になるよね。あれ、ちょっと食べ方しよう。サンリオこんなとこであんだ。ハローキティ。はい。マイオシ。マイオシなんだ。マイオシ。どこ行きたい？ええー。こっち行ってさ、こっち行ったらさ。確かに確かに。風情ある。そう。風情ある系道路。あ、今推しとツーショットだよ。あ、いいじゃないいいじゃない。推し。で鼻白いねあれ。黄色だよね普通。タギョカのほのかが。髪の毛でやってきたから。それでこれ切って貼り付けたら怖すぎる。いい感じじゃないかなって思うんだけど、どう思うかな。いやそれ雨降ったらさ抜けるのかな色。抜けちゃった。結局白じゃねえかよ。でもさ、キティはみんなの人気者って自分で言っちゃうのよね。確かに結構本当なんだけど、アンパンマン的なね。そうそうそう。アンパンマンの意味、アンパンマンは君さ意味わからなくない。僕は優しい。あったあった。1、2、3、踊っちゃう。サンサン、ドゥ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 、不思議な冒険、ブンブンブン。パンパン、食パン、カレーパン、ジャム、バタチー。ジャムって書いてたのか。バタまあ確かにジャムだけど。ジャムおじさんのがジャムだけどさ。バタコバターって言うのよって感じ。バタコって言ってやるよ。ジャム、バタチー。え、ここいいじゃん。これ美味しそう。抹茶だよ。濃厚抹茶ソフトクリーム。買う？どうしよう。もうちょっと見てみるかな。ね、やっぱなんか大須とパブルは、ね、めっちゃ大須味はあるよ。だよね。大須もさ、神社があって。うん、大須館のね。そうそう、大須館のあれから。確かに。そんな浅草みたいなでかくはないけど。そうそう、ちっちゃめだし、鳩もすごいいっぱいいるんだけど。あそこでさ、鳩が突進してきてさ、もう本当に嫌だった。あ、ちょっとここ店通り人がいっぱいいます。人がすごいのでちょっとすごい、ちょっとキロ編集大変。これちょっとキロ待って、浮かばれてた。満足か。どうだった？顔がハマっていい感じだった。シュナもハメてよ。って言いながらノリノリなんだよこの人。ほらノリノリで3つもハメちゃって。どうだった？楽しかった。ほら楽しかった。何？うん。頑張ってまーす。頭良くなりますように。頭と顔が良くなりますように。顔もだった。浴びなくていいの？じゃあ浴びる。どこに浴びたの？頭？バッチリ。うん。目？頭。もうこれでバッチリ。やば、速攻性エグくない？清められた。あ、本当？シアモイも清々しい。清々しい。清々しいよ。初めて聞いた造語。清々しい。清々しいってないっけ。おこいちゃん、おこいちゃんアイス。おこいちゃん、パンダ、パンダ、パンダ。パンダついてきた。なんか絶妙なバランスだね。ねえねえ、なんかさ、取れそうで怖い。隅田川です。やっぱこういうなんか水辺っていいよね。この時間、うん、がちょうどいい。良い。あそこにスカイツリーがあるんですよ。のんびりゆったり。え、今度さ、あ、でもそうだよね。いや、中目のお花見行こうって言おうとしたけどさ、花粉やばいかなと思って。行きたくない？うん。スカイツリー。
こい。おこい茶ソフトクリーム。食べてよ。うん、食べてよ。じゃあいただきます。あ、危ない。パンダが。パンダ。でももうさ、これはこうならざるを得ない。そうするしかない。ありがとうございます。濃い？濃っ。美味しい。え、抹茶好き？抹茶好き。食べな。食べる。めっちゃ美味しい。もう濃。美味しくない？美味しいです。グッドグッド。グッドグッド。申し訳ない、なんか、うん、だけどさ、濃い茶だったもんね。濃い茶だったからさ、美味しいんだけど。美味しいならよかった。なんだっけ、紅茶、わらび。一日ありがとうございました。ありがとうございました。一緒に映るということで、ありがとうございました。一日楽しかった。付き合っていただいて否定はしないけど、なら良かったです。私ももうめちゃくちゃ楽しかったから。大興奮だったから。ありがとうございました。また近々モーニングしましょう。モーニングしなきゃね。で、豊洲行って、そう、ゆっくり、またもうちょっとしたらゆっくりクルージングなんかしちゃって、しちゃって、でもカップルですることだよ。本当だよね。やだ、でもちょっと会えていないんで、あとやります。すごかったよ今。ここだよ、ここ。でしょ？だからもう本当好かれるんだよ、やだな。怖いもの知らずだね、ハトも。怖かった。じゃあバイバーイ。はあ。